れだな、やっぱちょっと情報量が多いからさ、あの一回マップ動こうか、一回マップ動こう。はい、マップ、あ、こっち、そっちそっちそっち、もう四角いの回しも見ないってほんとに お前多分あれだろ、迷ったら動くタイプだろ、うん、やめろよ、方向わかんねえんだから、うん、方向わかんねえんだからやめろよ、そういうの。いや、なんかあっちのような気がするんじゃん、呼んでるんだよ。呼んでねえよ、呼んでるんだよ、呼んでるって思うから迷うんだぞ呼んでるんだよ。なんかでもありそうだよ、あ、ほんとだ、何かが杉谷、あ、病院じゃない、病院だね、学生マンション、笠古沢、ここか、ファミリーパーク前から。そうだね、まあ、もうちょっと拡大してもいいと思う。ほら、傘古沢みたいなのあるから、あるね、でもそこじゃない、この辺かな、その本当にその 目の前というか道だったから、うん、どこまで行くんだいどこまで行くんだい、この辺どこまで、なんでそっちに行くんだいこっち、あれ、こっちか、え違う違うって、え傘古沢あったじゃんさっき傘古沢、え、これそれあったじゃん、戻ってみよう一回、もう一回、あったっけあったよ最初に読み上げただろうがよ、笠古沢それだよそれ、あ、これ笠古沢かあ、サロンでこれわざと、違う、嫌がらせ、そういうドッキリ、マジ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 、俺は真面目俺は真面目こう、あ、ふざけんなよ、これが笠古沢なのかそうそうそう、で、ね、だからあとスタート地点から見て、そのサンサロの方向とかを確認して、あ、なるほどね、あ、そうやって読むんだ地図ってそうだよどこだ、ここからスタートだったっけ、もう一回押してみれば、旗のところ、とだから動くなってきたのに、なんでスタート地点戻った瞬間にここが傘かって言いながら動くんだよここの辺じゃないじゃんそうだね、サンサロの手前だから、その辺だねいやこれがマジか、これが迷うよみんな、なるほどね、やばいでしょ本当に、よくマインクラフトできたなそれで、いやだから分からんのよ駅が、もうマインクラフトが大変だわマジでそっか、なるほどな、これ、え、これでリリースでいいかの、いいんじゃねえの、銀ちゃん、銀ちゃん決めろお前が自分で、銀ちゃんこれでいいかの、おーすげー、もう2メートルじゃんほらすげえさすげん、いやさすげんっていうかお前がヤバすぎるだけだろさすげん、やべえんだよマジでどこ行くのマジ一人じゃ歩かせちゃいかんわマジだって僕マジふざけてんのかと思った、後ろに歩き始めた瞬間にいやいやマジマジ、いやマジ、目の前にあったやんと思ってどこ行くんだよお前って、今マジで本当にピッキリンってなるとこだった、危ねえ危ねえマジで、一人でやんなくてよかったマジでどうやって行ってるのマジで、もうちょっとマップ広くしてみない、広くするか、じゃあその矢印で大きくしてみない、マップ自体を、これ矢印で大きくできるんですか、どっちこっち、お前さ最初一緒に、おわすげえ、最初一緒に遊んだ時それやったかそうだっけ、あ、すげえでかくなるやん、めっちゃ見やすいじゃんこれ、やったよこれわあすげえ、知らんかった、そんなやってないやん、大きくできるんだってやってたよ全く同じことあ、そうなんだ、こんなことができたんだ、すげえ、あ、ほんとだ、あ、すげえ、すげえ、教えてよ早くいや言ったよじゃ最初に長尾にこのゲームやってってお願いしたとき言ったよそれ、やったっけ、こんなことやってたっけ、あ、そっか、お前あれだろ知ってる機能以外使わないタイプだろ家電製品ああ分かる分かる、そう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 、説明書読まないからいつもの機能しか使わないやつだ、いや違う、紙の説明書があったら使います、本当に、ね、本当に、紙の説明書はあの廃れるまで読むわ、紙の説明書持ってこいここに来るまでだいぶ運転したから、はい、一旦戻ってもう一回運転し直す、そうでもいいし、戻れる、これ戻れない、とりあえずまっすぐ行くじゃん、はい、どこまで行ったんだお前は、あ、待って、どこまで行った、あ、違う違う違う、その反対側ね、そっち側、そっち側、そこまっすぐだな、多分、あ、反対、え、左に曲がる、あ、うん、違う違う違う、そこまっすぐで、だから多分、あ、ここまっすぐでいいの、うん、あ、あれ、ファミマどこ行った、いやもうファミマはもう右奥にあるよ、右奥に、右奥、あ、これこっちで、だから僕らが見つけた道路のあたりにいるよ、だから、なるほど、とりあえず反対に行けはいはいほら、ファミラ、見えるじゃん、ファミリマの看板、ファミリマの看板、右に、視点動かさないところから始めよ、あれか、視点動かさないところからじゃん、見えるじゃんって言ったのになんで動かすんだよお前、あれか、見えたんだ、動かさずとしても見えるだろうって言ってるのになんでどこだって動かし始めんの急に
いやなんか動かすな見視点をな、見やすい位置があるんかなみたいな、そういう感じやなきっとな。え、これまっすぐでいいんですか。まっすぐで、まっすぐ確か結構まっすぐだった気がする。ちゃん、こっち、ここのさ、はい、ちょっと一回ミニマップ見てさ、どこの道まっすぐだから、そこの右の道をまっすぐ来てるんだね多分。そこの、ああ一旦こうする、そうそう、多分そこをまっすぐ来てるんだろうね。右の道ってここ、あ、こっちか、あ、右っつってんの、こっちファミマの右ってことよ。ごめん、言葉が足りなかった僕も悪いけど、右っつって左に行く君の君だぞ。IQ がね100ぐらい落ちるんで地図見ると。普段長尾と話すれ違うなってことあんまないけど、ちょっと地図読むときだけはちょっと一人にしてもらおうかな。でも長尾の気持ち分かってる人いっぱいいるよ。私も方向音痴だから、せやろ、俺も方向音痴だから、せやろ、俺は悪くない。まあ悪くはないよな。それはそうなんだよ、悪、誰も悪くはないな。地図が回らないのがあり。ナビならいけるってこと。ないや、もうナビならいけますよ。これはもういや2メートルだー、強い、イエーイ、ナイスー、勝ったー。マジもう地図嫌い。なんで回ってくれないのもう。